俺の名前は下田。サラリーマンになって10年、とうとう憧れのタワマンに引っ越してきたのだ。わあ、見て見て、すごい景色。本当だ、すごい。高いね、すごいね。地上30階の展望ラウンジは最高だな。本当ね、見て見て、電車だ。よかったね。俺たちが入居したマンションは30階建て、都内某所にあり、駅直結型で利便性抜群。ジム、サウナ、展望ラウンジ、宅配やクリーニングなどの各種サービスも充実。賃貸だから家賃はバカにならないけれど、それでもメリットの方が大きいと考え、夫婦ともに納得して入居を決めた。こんなところに住めるなんて夢みたい。さあ部屋に戻ろうか。部屋から見える景色は前と変わらないけど。いいじゃないか、駅前のタワマンに住んでるってだけでちょっとしたステータスだよ。そうよね、私もそう思う。だろ。もしかしたらすごいセレブと知り合いになれちゃうかも。確かに芸能人が住んでたっておかしくないよな。どんな人がいるのか楽しみだわ。新しい生活に期待を膨らませていた俺たち、だがこの後タワマンの恐ろしさを知ることになる。来ないわね。うん、階段で行こうかな、電車の時間もあるし。じゃあな。行ってらっしゃい。あー、これだよこれ。マンション出たらすぐ駅。これからは通勤もスマートになるな。私立小学校の制服、やっぱりセレブだな。ねえ、あの人出さないの。昨日引っ越し終わってさ、今日から夢のタワマンライフなんだ。何階建てなの？マンション自体は30階あるよ。と言ってもうちは3階なんだけど。やばいじゃん。何が？タワマンの低層階なんか一番住んじゃダメなとこだよ。タワマンカーストって聞いたことないのか？何それ。あー、バカだな。それから俺は恐るべきタワマン事情を聞かされた。高層階の住人と低層階の住人で大きな隔たりがあること、場所によっては高層階の住人によるマウントが凄まじいこと。俺の兄貴がタワマンに住んでてさ、マジでヤバいらしいんだよ。下田は賃貸だろ、ちょっと考え直したら。確かに今朝はエレベーターがなかなか来なかったけど、そこまで気にすることかな。帰り道俺は改めて考えてみた。最寄り駅から徒歩3分のタワーマンション、それは確かにとんでもないステータスだが、我が家は3階。いや、まさかそんな漫画みたいなこと。どけよ。あ、ごめんなさい。邪魔だよ。くー、子供のくせに。おじさん何階？3階だけど。あー、乗っちゃダメだよ。え？僕ん家は27階なの。上の人が優先なんだから乗らないでよね。まさかと思ったが、現実にもこんなことがあるのか。しかしおそらくそんなトラブルはエレベーターが混み合う時間だけだろう。そう思って妻には言わずにやり過ごそうと思った。今週末マンションの管理組合の集会があるらしいわ。初めてだし出席しないとな。そして出席した管理組合の集会で俺たちはタワマンの真の姿を知ることになる。うわー、すごい人だな。どこに座れば。あら、何階の方？あ、先週3階に引っ越してきたものです。そう、そしたら入り口の近くで待っていたらいいわ。ありがとうございます。入り口の近くは俺みたいに立ってる人が多いな。みんな引っ越してきた人なのかな。新しく引っ越してきた方ですか？いや、違います。何階の方ですか？みんな階数を聞いてくるな。3階です。ああ、じゃあここで待っていればいいですよ。座っちゃいけないんですか？高層階の住人が席に着くまで低層階の住人は着席しちゃいけないんです。じゃあなたは何階なんですか？
私は5階に住んでます。まあ、あなたよりは上ですね。そんなタワマンの住人は本当に介護とに序列があるんだ。この集会で俺はタワマン事情を嫌というほど思い知った。さらに集会の話を妻にすると、妻も怒りながら話を始めた。10階までのエレベーターがあるじゃない。私そこの前で待っていたら嫌味を言われたのよ。エントランスから近くていいですねって。え、妻の話はこうだ。1階で宅配便を受け取って3階へ戻ろうとした時のこと。宅配の受け取りも好きな時でいいから助かるわ。あら、そのエレベーターは低層階にしか止まらないのよ。3階なのでいいんです。あら、そう、エントランスから近くていいわね。3階にお部屋なんかあったのね。万が一地震が起きたとしても階段で楽々でしょ。羨ましいわ。あら、高層階行きの方が先に来たみたい。お先に失礼。どこの誰だか知らないけど失礼だと思わない？そうか、タワマンに住む人ってみんなああなのかしら。バカみたい。上に住んでるからって偉くもなんともないのに。妻の言葉を聞いて俺はすっかり気持ちが沈んでしまった。やっぱりタワマンカーストは存在するんだ。うちのマンションで居住フロアは3階から、つまり我が家は最下層にある。低層階に住んでいる限り上層階のセレブどもから万年バカにされ続けなければいけない。俺は会社で聞いたタワマンカーストの話を妻にもした。タワマンカースト、そんなのあるんだ。俺もまさかと思ったけどさ、実際にあるみたいだな。大丈夫かな。もしどうしても嫌ならタワマンじゃなくても。え、そんなにひどいなんて思わなかったんだよ。上の階の住人にバカにされ続けるくらいなら別な場所に引っ越した方が。そんなことないわよ。立地はいいし設備も充実してるし、私はここが気に入ってるわ。上の階の住人がおバカさんばかりみたいなのは残念だけど、お金持ちでも心が貧しい人もいるってことよね。私は気にしないから。そうか、そうだよな。うん、気にしないことにしよう。私たちだってここのマンションの住人なんだから。タワマンカーストのことを知った俺たちだったが、わざわざ退去する気にはならなかった。賃貸だからいざとなればすぐに引き払える。それに正規の家賃を払っているのだから堂々と暮らしていこうと思えたのが大きかったかもしれない。さらに息子の幼稚園で知り合ったというママさんの中には、同じマンションの20階に住む人もいたが、マウントするような人ではなく妻と意気投合した。住人全員がタワマンカーストに毒されているわけではないのだ。そしてある日ちょっとしたトラブルが起きた。火災なんて怖いわね。まさかだよね。早く収まるといいけど。地震から1時間は経つよね。うん、上の人たちはこういう時大変ね。この時妻とママ友は子供たちを迎えに行く時間だったため、たまたまマンション内には残っていなかった。マンションの中はエレベーターがストップし、大変な騒ぎだったらしい。住民の皆様、ただいまマンション内の安全が確認されました。火災警報器の誤作動だったようです。それぞれの住戸にお戻りいただいて大丈夫です。誤作動でよかったね。そうだね。あれ、はあ、無理、もう歩けない。あの人、火災警報器は誤作動だったみたいですよ。え、それじゃあ部屋に戻っていいそうです。ああ、よかった。エレベーターが使え、あ、エレベーターはまだ使えないみたいですけど。え、何階の方ですか？27。大変ですね。もう、いや、助けてよ。
この時ばかりは低層階に住んでいてよかったと思えたのだった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。